赤いバイパス、高畑町深沼交差点付近赤いバイパスは、山形県南陽市大浅、竹原沖点都市道県東沖多摩郡高畑町、大浅深沼に至る、延長 7.2km の国道113号のバイパス道路である。全線が一種三級の自動車専用道路に指定されている。地域高規格道路の、新潟山形南部連絡道路の一部区間である。 当初は、南陽市大技鍋田,田東沖玉郡高畑町、大技深沼 1.2km 区間が2003年に暫定2車線で開通した。その後、南陽市大技島抜き大技鍋田,田 2.0km は2008年5月22日に開通。そして、南陽市大技竹原大技島抜き 4.0km が2009年3月27日に開通し、 これをもって全線開通した。南洋市街地における京愛区間渋滞を避けられるようになり、仙台、山形、村上、新潟間の利便性が大幅に向上した。全線が自動車専用道路に指定されており、案内標識は緑色のものが使用されている。また、他道路との交差は起点。 終点を除き立体交差となっているが、インターチェンジ名は付けられておらず、出口には方面などと記されているのみとなっている。平日24時間交通量林檎道路、赤湯バイパス原道、認宿道路、ありがとうございます。